よく見とけよ。恐ろしいレイフィッシュは目もくらむ閃光で獲物を気絶させる。でも計画はあるんだよな。カール親切なやつ。時々お前のエラが未熟なことを忘れてしまう。しかしレイフィッシュは漁師を引きつける。かつてペットとして飼っている貴族を知っていた。気をつけるんだぞ。Gならこれを解読できるはずだ。さあ、いよいよだ。無事か？追っては？追って？ありえねえ。状況は？ドロイドがいたか？作業用ガントリーの一種だ。そこから入れるかもな。
これ以外方法がないな。この沼を抜ければルクレハルクにたどり着ける。お前はな。乗るかビディ。わかった。広大に行くんだ。支援する。了解。泥だらけにならずに済むな。この沼を通って G を救出するだけだ。楽勝だよな。こんな沼に何かが住めるなんて信じがたいな。でも新しい友達は元気そうだな。どれくらい価値がある？レイダーに逆らう価値はない。行くぞ。ここを調べてみよう。ここに置いてはいけない。心配しないで。大丈夫。でもデータパッドは見つけないと。新しいのではダメなのか？絶対嫌。人生が詰まってるのに。酒場で見かけた新顔じゃんか。うちはジグ。カルダ、こいつは BD1。 よろしくな。私はウィニエリス。カルよね。会ったばかりだけど手伝ってほしいの。何が必要なんだ？この沼には鮮やかな羽を持つ鳥類がいるそうね。でも近づいてよく見ようとしたら私のデータパッドを奪って飛び去ったわ。どこへ行った？近くの戦闘の最上部に奴らの巣がある。うちが探しに行くとこだけど、ウィニが一人じゃ怖いって言っててね。そう、あの戦闘近いようで遠いわね。やっては見る。あなたは星のように輝く。これはコルさんとの格言。もっとシンプルに。ありがとう、カル。お願い、そのデータパッドには設計図が全部入ってるの。リファレンスデータバンクもね。パッドがなければゼロからのやり直しになる。今以上に。データパッドを頼んだぞ、カル。あと気をつけろよ。グライダーは高いところにいるから。これは動かすには重すぎる。でも柱に登る他の方法はない。失礼だけど教えて。こんな星では新しいデータパッドなんて買えないでしょ。まあ新品は無理だけど中古ぐらいなら多分。何かあったか？何かあったか？
と匂うな。これは何だ。こんな大きな船に乗ったことはあるか、ビディ。俺も久しぶりだ。でかい船は苦手だ。でもジーが中にいる。置き去りにはしない。そこにいたか。高共和国のドロイドを助ける準備はいいか。ああ、お前は。もちろんできてる。移動再開だな。来るのは大変だったか。俺たちなら余裕だ。沼は大丈夫だったか。もう少しでブーツをなくすとこだった。キャッシークのシャドーランドこそまさに沼だ。俺はごめんだな。戦闘が近いぞカル。お前がやる気なら付き合うぜ。